高校生ツアープランニングコンテストに参加しているのは、真庭高校クセコーチの食品科学科2年生5人です。この日はこのうち4人が集まり、今月4日に行われる二次審査のプレゼンテーションに向けて練習をしていました。このコンテストは、大人とは異なる高校生ならではの視点で地域の魅力が詰まったツアープランを考えるもので、岡山県教育庁高校教育課が今年初めて開きました。学校周辺の地域を中心に地域の魅力を PR したプランであること、日帰りプランであることなどの条件で募集したところ、県下22校148のプランの応募がありました。このうち一次審査を通過したのは10のプランで、真庭高校の旧仙郷尋常小学校や勝山の町並みを散策するタイムスリップ豊かな自然と懐かしの思い出ツアーが見事名を連ね二次審査に進みました。生徒の皆さんにどんな思いでコンテストに参加したのか、ツアーのポイントなどをお聞きしました。アバンになるから、もう文章をある程度覚えて、どういう流れかなって。もともとは学校のプロジェクトとして、学校給食、懐かしの学校給食でイベントに来られた方にお土産として何か作れるものないかなと思って、でそのスイーツを一度販売しに行かせてもらったことがあって、その時に来られたお客様の表情とか懐かしいなっていう反応を見て、自分たちもマニワのことをいろんなところに広めていきたいなと思って、今回このコンテストに参加させてもらおうかなと思いました。このツアーのポイントは、豊かな自然と旧仙郷小学校で懐かしの学校給食を食べたり、旧勝山町を散策し子供時代にタイムスリップできることです。3つあるんですけど、まず1つ目が抑揚をつけて読めるように練習していること と次に全体に聞こえるように大きな声で話せるようにと、聞き取りやすいようにゆっくり話すことを気をつけています。次に表情をちゃんと柔らかくっていうか、そういう感じでできるように練習しています。夏休みに実際に私たちが観光地を回ってこのツアープランを組み立ててきたので、10月4日に開かれる最終審査で選ばれて、東京でこのマニュアを全国に PR したいです。